はい、こんにちは。スマイリーコーチングマーヨンです。はい、今回ですね、サラリーマンはなぜ副業をやった方がいいのかっていうところについて動画を撮っていくんですけれども、サラリーマンの方、会社員の方、たくさんいらっしゃいますが、はい、なんでこの副業をやっていくかっていうところですよね。まずこれ自体今から撮るのは、やっぱ20、30代とかの方に対しての動画になっていくんですけれども、っていうのは結婚とか今から考えてる人でお金かなりかかりますよね。もう結婚されてる方なんかで言ったらすごいわかると思うんですけれども、そのあたりも含めてなぜサラリーマンだけじゃダメなのか、ダメというかサラリーマンだけだったら厳しいのかっていうところを、現状をもっと見ていただけたらなと思ってます。で、別に副業やるやらないっていうのは、その人っていうか今見ていただいてるあなたが決めることなので、それはとやかく何て言うんですか、副業絶対やった方がいいよみたいなことを誘うつもりも何もないんですけれども、やっぱり現状と、そしてその夢というか、じゃあ結婚って簡単にできるのかなと思ってたら、やっぱり結婚式をするにしても、あとは子供を作った時に子供のその教育費用とか、そういったものとかもかなりかかってくるっていうことなんですよ。で、それの、現状をちょっと確認していただけたらなと思ってます。はい。ということで、そんなサラリーマンはなぜ副業をやっていった方がいいのかっていう動画を撮っていきます。よろしくお願いします。まずですね、今このサラリーマンの方で、なんか2016年の年収っていうのを私ちょっと調べてたんですけど、年収ランキングとして20代の方って354万円になってるんですよね。20代が354万円。年収で30代の方もじゃあ言っときましょうか。はい。大きくなっちゃった。30代の方で467万円となってます。で。このやっぱり動画を見てる人って、ここまでもしかしたらない人も多いかもしれません。っていうのはやっぱ年収ある人って、年収あるっていうか、稼ぎが結構ある人って別にこんな動画を見なくてもいいわけなんですよ。はい、ただその中でもやっぱり稼いでいきたいっていう人はもちろんあって。その中でこの20代でじゃあ354万円とかっていう形で出てきてるんですけども、そしたら結婚をしたいとなりますよね。結婚したいってなったら、結婚式の費用であったり、あと新婚旅行行ったりとかってするわけなんで、その方によるわけなんですけども、300万から500万ぐらいはかかるっていう感じになりますよね。結婚の費用、はい、って感じですし、あとはじゃあ一緒に生活をしないといけないってなると、もちろんマイホームを買う方もいらっしゃるでしょうし、じゃあマイホームを買ったっていうことは、買うっていうことは何千万とかかかりますよ。2000万、3000万。2000万難しいですね。3000万、4000万とか、はい、かかってきますし、どうだろう。4000万ぐらいにしましょうか。じゃあ、マイホームじゃなくても、もう賃貸でいいやっていう方もいてると思うんですよ。賃貸の方って、家賃で言うと、7万ぐらいが、ベストというかいいぐらいじゃないかなと思います。その家賃7万とかって言っても、7万かけるじゃあ年間で12ヶ月ってなると、84万を結構かかりますね。っていう、これがかかってくるわけなんですよね。うん、あと何か、あ、そうですね。あと、じゃあ結婚しましたってなったら、まあ、子供も欲しくなりますよね。子供の、まあ、教育費じゃない、養育費として、これはかなりかかりますね。私立と公立によって変わってくるんですけども、私立に行かせるってなったら2000万ぐらいはかかるって言われてますね。で、公立でも、1500万とかで、まあ、子供も1人だけじゃなくて、じゃあ2人3人産みたいとかってなると ×3 とかになるんですよ。で1500万の ×3 でも4500万とか、まあ、5000万近く必要ですよね。やっぱ生活をする上で食費もありますし、いやこれ以上にかなりかかってきますっていうところなんですが、じゃあこれ家賃だけで84万とか取られちゃってるわけなんですよ。この354万中84万も取られてたら、じゃああと残り270万とかになるんですよね。じゃあ270万、まあ、これ生活していかないといけないです。食費とかもたくさんいりますから、結婚費用とか貯めてられないっていうところなんですよ、実際のところ。で今後じゃあ、まあ、景気が良くなったとかも言われますけども、実際に給料がめっちゃ上がったっていう人って少ないと思うんですよ。例えばどうだろう、100万とか、まあ、月収で100万とかは絶対難しい話なんですけれども、プラス5万でも10万でも自分のその会社と別で持っててもいいんじゃないかなとは思ってます。っていうのは、これは私は本当経験したことなんですけれども、会社ってぶっちゃけこれいつ潰れるか分かりません。で、まあ、倒産とかっていう意味なんですけど、私は正社員になって6年目でまあ、倒産したんですよ。倒産って言っても、あ、これちなみに大手です。大手の会社なんですけども、倒産じゃなくって、大阪の、私は大阪なんで、大阪のそこの、支店だけが閉鎖するっていう形です。閉鎖しました。なんで退職金とかは一応出たんですけど、退職金もでも1ヶ月分の給料、1ヶ月 1.5 かな、1.5 ヶ月分の給料ぐらいだったんですよね、退職金っていうのが。っていうぐらい本当にいつ潰れるかわからないっていうのは身をもって私は感じました。で私の父親もいつだったかな、5960歳とか、本当それでそこで会社潰れたんですよ。だから、まあ、なんか隣の会社に引き受けてもらったみたいな感じではあるんですけども、ただ体力的にはかなりしんどいって言ってましたね。やっぱり自分のねずっと行ってた会社ではなくなるわけなんで、やっぱやり方も全然変わってきますし、でそういう会社が本当にいつ潰れるかわからないっていうのと、結構大手でも、まあ、こうやって閉鎖をしたっていうところもあれば、クビになってるとかっていう人もいます。自分は大丈夫って思っててもわからないんですよ、いつ切られるかって。っていうぐらい、やっぱり危機感を持ってた方がいいっていうところなんですね。で実際にこの副業やった方がいいって私が言ってるんですけども、じゃあ副業する上で私は、やっぱ重要なことってあると思ってて、この一つの重要なことを、まあ、守るというかやっていただくっていうところなんですけども、このじゃあ重要なポイントって何なのかっていうところですよね。はい、ここが一番の、はい、今日の何ですか今日伝えないといけないっていうところですね。重要なポイント何なのかっていうと、これはですね、あれですね、稼ぐ、まあ、一人で稼ぐスキルを持っておく。はい。ただこれはどういう意味なのかっていう人もいると思うんですよ。稼ぐスキルを持っておくって、これちょっとまあ難しいかもしれないんですけども、この稼ぐスキルを持っておくだけで自分でやっていけます。本当にこれはなんで今のうちから土台作りっていうのはしてた方がいいと思うんですよ。例えばじゃあ会社クビになってから生活費も結構ギリギリの状態から稼ぐスキルを今から作りますってなった時に、やっぱり労働収入ではなくてこっちは副業なんで労働ではないんですよ。っていうことはもちろん初めからすごい頑張らないといけないんですよね。例えばあなたがじゃあ、まあ、泳いだことありませんと、まあ、水泳とかでちゃんとクロールができるかわからないんで水泳習いに行きました。じゃあクロールやりましょうって言って速攻1回でクロールが上手に泳げるかって言ったらできないですよね。誰でもそうなんですよ。やったことないってことはまあ遊びでもそうじゃないですか。ぶっちゃけじゃあトランプでもいいですけども、トランプでなんだろう大富豪とかありますよね。ああいうのもなんとなく1回2回3回もっとやっていったらなんか頭の中で整理というかできませんかね。はい、だからこそそういったやっぱ稼ぐためにはスキルっていうのは持っておいた方がいいっていうのが一番の大切なところ、重要なところになってきます。でこれはやっぱ稼いでる人ってスキル持ってるんですよ。何かしら。はい、で別にこれってサラリーマンの方が、まあ、持っておいた方がいいっていうところではあるんですけども、別にサラリーマンじゃなくても誰でも、まあ、一人で稼いでいけるっていうスキルとかは身につけておいた方がいいんじゃないかなというところです。はい、で実際に、まあ、こうやって見ていただいたら年収が、まあ、20代30代467万、はい、30代で467万。いうことですね。これボーナスありきだと思うんですけども、どんなもんだろう。ボーナスなくてというか、まあ、月々で言うと467÷12 38万40万39万ぐらいか。39万月々に39万稼げてますかっていうところなんですよね。結構厳しいと思います。月40万稼げてる人って少ないんじゃないかなっていうところですよね。まあまあそういうふうに、まあ、サラリーマンってまあ、こうやってちゃんと自分の現状を確認した方がいいですね。確認をしてみて本当にやっぱ厳しいとか生活費も厳しいし、まあ、結婚もしたくないとかっていう人もいるかもしれないですけど、もしかしたらそこでいい彼女ができてこの方と一緒になりたいっていうことはあるかもしれないじゃないですか。でやっぱ貯金とかもいると思うんですよね。だったら結婚費用とかもやっぱ貯めていくためにはまあ、サラリーマンだけの給料っていうよりかはプラス5万でも10万でもあった方がいいと思ってるので、まあ、あと最後に重要なポイントっていうのは一人で稼ぐスキルを作りましょうっていう形です。で、まあ、その稼ぐスキルって何なのっていうところだと思うんですけど、これは本当にその人に合った稼ぎ方っていうのがあるんですよ。で、実際に私は60分無料でコンサル、まあスマイリーコーチングっていうことでちょっとコーチングなどもさせていただいてますので、そうですね、まあ、その方に合ったアドバイスをさせていただけたらいいかなと思ってます。で、まあ、この動画のちょうど下のところにも、LINE アット飛ぶところ URL 貼ってますので、そちらから追加していただいてスタンプを送ってもらうなり、まあ、こちらにも書いてますよね。ちょっと見にくいですけど ID 検索でアットマーク忘れないでください。アットマーク FIZ3644C と入れていただくだけで、まあ、私からのコーチングっていうか、はい、いろいろとアドバイスはさせていただけるかなと思いますので、はい、ぜひご登録いただけたらと思います。あと YouTube のマイチャンネル登録や、インプットしたならばアウトプットということでコメントもいただけると嬉しく思います。はい、では最後までご覧いただきましてありがとうございました。